おはようございます。次男ガバオ2代目店主、長谷川です。今日の気になったネットニュースチェックです。はい。僕もですね、よくコンビニ利用させていただいております。コンビニ利用する条件として、やっぱり駐車場がね、あるコンビニ利用すること多いんですけども、車移動が多いもんで。で、今日の気になったネットニュースはですね、府中にあるとあるミニストップでですね、駐車違反が今、やっぱり多いみたいなんですよね、無断駐車が。それでですね、それに対抗処置として、タイヤをロックしてですね、無断駐車、ロック外してほしければ4万円くださいみたいな張り紙をその車に貼ってあったのを見た、人が写真に撮って、ツイッターに上げたりとか、ミニストップ本社に不愉快ですみたいなね、連絡をしたらしく、そのね、店舗が。その車をね、撤去したりとかね、なんかね、いろいろ対応したみたいなんですけど、実はその車、ミニストップのそのお店の人がね、自分の車なんですかね、用意して、まあ、こういう目に遭いたくなかったら止めるな、みたいな、警告の形です。自ら置いていたみたいなんですが、ね、まあそういうこと、無断駐車されたからといってね、そういうことをすると、器物損壊ですかとか、なんかそういう罪とかになっちゃうみたいですよね。だから止められ損なんですけどね、だからね、僕、気持ちはすごくわかるんです。ね、本当、無断でそういうことするのはやめましょう。ね、府中のミニストップでなんかイベントとかね、あるたびにね、無断駐車がいっぱいあるんですって。まあ本当、店舗のね、お客さん、オーナーの気持ちも非常によくわかるので、皆さんやめてくださいね。僕もやめます。やめますってかやってませんけど。はい、次男がもうすいません。駐車場ちょっとないんで、近隣のコインパーキングに止めてください。店舗前の道路、車止めやすいんでね、路駐もまあできなくはないんですけど、基本的にはコインパーキングの方に、丸いのね、パーキングとか止めていただけると大変助かります。はい。よろしくお願いします。あと、無料配達もしてますんでね、ぜひそちらもご利用ください。はい。国分寺市額縁等で検索してみてください。はい。電話番号042-3255-8197。こちらの電話番号でも朝10時から。よろしくお願いします。ありがとうございました。